じゃあ乾杯しよう。じゃあ久しぶり。おう久しぶり。俺今禁酒して、俺禁酒して、禁酒してんね今俺。お入れて。入れて。乾杯。はい、乾杯乾杯、はい、こんな感じ。そうそう、ありがとう。パッ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 パ俺もそうやけどさ、ケイスケやって、まあ、天才のね、あの才能がめちゃくちゃあるわけじゃないやん、うんうん、言ったら、いやでも、うん、でも天才のパサーの2位入ってたやん。めっちゃ見てるお前めっちゃ見よるやん、YouTube。 俺の YouTube めっちゃ見てるから、めっちゃ気になってるやん、長友佑都のこと。いや、全然気になってない。いやいや、それなんで知ったん、その YouTube。いや、俺ワールドカップ優勝に関しては諦めてない。はいはいはい。ただそれは選手としてはリタイアしたけど、うんうん、違うアプローチで俺は日本がワールドカップを優勝するってことを諦めてるから。うんうんうん。だから日本代表のレベルで余裕で入れるから、勘違いしてたらそこだけちょっと訂正しといて、毎回 YouTube で勘違いするんだ。俺の方が全然まだまだ日本代表うまい。強気の本田圭佑来ましたよ。皆さん、本田圭佑乗ってきましたよ。質問に答えていこうか。ミラノダービーの話やって。ミラノダービーはもう言うと、何か言ったったらもうあの格別なあの試合を、いや格別な試合、あれ言葉で表せるかな。あれちょっと圭佑、俺言葉、いや俺のこの、ボキャブラリーでは多分説明できないな、その。いやでもそれ伝えられない、言いたいことは。無茶振りする質問やったら、なんか優等に歌ってほしいらしい。いや、じゃあ一緒に歌う。いやいや、歌わへんやん。いや、俺に振っといて、それ、お前、メンタルブレてるんちゃうん、それ。いやいや、めっちゃメンタルブレてる。いや、俺どうせ歌うんやったら、こんなとこ、俺ここで歌わずに、いやいやいや、ちょっと待って、話、誤解してる。どうせ歌うんやったら、俺はもう、ちゃんともう、武道館とかに立って歌うぐらいで歌うから。気にせん、別にビビって歌わへんちゃうから。多分ね、ケンスケなんかこう難しそうやなみたいな、本田ケンスケあれなんやねん、本当にピュアなんかどうなんかみたいなとこ多分あると思うんだけど、俺もうね、あれやな、もうお前ほどまっすぐなやついないよね。いや嫌いやん。そんな思う。いやお前のこと嫌いやんけど、うんうん。いや、ほんまにほんまに、お前はほんまにまっすぐで裏もでないよね。いいともみたいな感じで電話したらどうかなみたいな。今、ユウトとさ、ライブミーティングやってるさ。おうおう、ちょっと待って、ちょっと待って。そうそうそう。